さあやっていきましょう。封印ですね。やっていこう。外伝です。やっていこう。この BGM ブレザー3の BGM でやっていきましょう。愛しのテーマイ。なんでだよ。ええだろ。やだっつったんだろ。デジカメを片手に追いすがる俺から必死の形相で逃げ回る弟。ちょっと待って、始まった時点でやっと、だって兄弟同士の喧嘩じゃなくて杉里がなんか追い回してんのカメラ撮りたくて。3人いる手前のうち一番上の弟、なんて言ったっけ、りょうたにもう諦めてやればいい加減ご近所から怒られそうだよ。その光景を呆れた様子で眺めながら2番目の弟、何サリがいる。確かにいい年の兄弟がさして広くもない庭で永遠と追いかけっこをしているんだから騒がしいにも程がある。さすがサリー、お前は素直でいい子だな。ほらリョータもサリもああ言ってることだし。やだ、なんでだよ。いいじゃないか写真ぐらい。俺は3年も家離れるんだぞ。そう、俺はもうじきこの実家を離れなければならない。ああ、銀ちゃんの、まあ、オリエンに行く前の話。オリエン魔術学園に行く前の話。ちょっと待って、ちょっとうるせえな BGM。ブレザー3ちょっとうるせえな。使えるか。じゃあいいや。はい。オートでいい。オート、嗣の里にある魔術学院高等部に入学するからだ。好きで入学したんだから好きなだけ行ってこいよ。俺だって可愛いお前たちと離れるの断腸の思いなんだよ。家から通える距離にある魔術科のある高校さえあれば。だから好きなだけ行ってこいっつってんだろ。好きなのは魔術であって、お前たちとは好きで離れるわけじゃないんだってば。できることなら連れて行きたいぐらいだ。冗談じゃねえ。分かってるさ。だからせめて写真をだな。兄貴それ絶対見せびらかすだろ。あ、いやそれは褒められて困るもんじゃないし、見せてくれって言われたら断らないけど。だから嫌なんだよ。なんで。なんでじゃねえ。顔を真っ赤にしながら亮太は俺から後ずさりつつ叫ぶ。高校生にもなって兄弟の写真持ち歩いてる男ってどう考えても変態だろうが。誰が変態だよ。俺はただお前たちが可愛くてしょうがないだけの普通のお兄ちゃんだぞ。普通の兄ちゃんは高校行くのに兄弟の写真とか持ち歩かねえよ。まあ普通は持っていかないよね。おとなしいサリまでもがこっそりとつぶやく。サリー、前まで兄ちゃん寂しいぞ。あれが普通の反応だ。普通の太田だってつい最近まで兄ちゃん遊んでってどこ行くにでもついてきたじゃないか。俺はもうそんなガキじゃねえの。まだ小学生じゃないか。卒業したわ。はい、春から中学生だ。ガキじゃねえ。十分まだガキなんだがな。まあ子供扱いされるのはそろそろ嫌になる年だというのはわかる。お兄ちゃん。家の中から可愛らしすぎる声がして可愛らしすぎる声がしてタッタッタッと駆け寄る足音が近づいてきた。あ、りょうか。ちょっとわかんないな。おかえり。末の妹のりょうかだった。まあ、りょうかにしとくか。りょうかちゃんにしとこう。ただいま。ふう、疲れた。母親の口調を真似て言いながら、あ、それかわいいな。ほくびをかしげてツインテールに打った髪を揺らす。我が妹ながら下手なアイドルより数段かわいい。ピアノどうだ、上手になったか。うん、今日はね間違えないで弾けたの。そうかそうか、後で兄ちゃんにも聞かせてくれよな。いいよ。りょうかはピアノの稽古に行っていたのだが、これで手前3人が揃った写真が撮れそうだ。そうか。りょうた、お前、りょうかが帰ってくるのを待っててやってたんだな。
ちげえよ。なんだ、そうだったのか。ごめんごめん、お兄ちゃん気づかなくてごめんな。違うっつってんだろ、聞けよ人の話。ねえ、何してるの？おいでりょうか、一緒に写真撮ってやるから。写真？撮って撮って。キャッキャとはしゃぎながら、りょうかも庭へと降りてくる。やれやれと肩をすくめながら、縁側に腰掛けていたサリも立ち上がった。ヨタニ、もう諦めて。悟ってんじゃねえよお前。いいのか、このバカ兄貴間違いなく写真見せびらかして、あのテンションで俺らのこと喋りまくるぞ。喋るったって、俺可愛い弟と妹がいますくらいのことしか言わないぞ。まあお前が幼稚園までおねしょしてたとか、そんな話は外では一度もされてたまるか。しないってば。可愛い弟と妹が時点で十分、可愛い妹が弟がの時点で十分恥ずかしいんだよ。どんだけブラコンなんだよこいつ。弟マジでかわいそうとか思われんだろう。なんでかわいそうなんだ。この変態は。キャタンとする俺を見て、リョータはフルフルと両手を、身を震わせて絶句する。俺はそんなに変なことを言っているだろうか。まあ少なくとも、つげにーと同じことを言う人って今まで見たことないんだよね。僕らは口から魂が抜けたような顔になったリョータに代わって、苦笑いしながらサリが言う。こいつはリョータより一つ年下で、まだ小学生なのに妙に大人びている。というより、なんか悟りでも開いてるのかと思う時があるくらい達観して見えることがある。そいつ兄弟いないんじゃないか。いや、いる人も、むしろ弟とかめんどくさいって人が多いかな。へえ、変わってんな、こんな可愛いのに。変わってんだお前だ変態。ねえねえ、写真は撮らないの。りょうかがじれったそうに俺の腕を引っ張る。ああもう可愛いな。ああ撮る撮る、さあ3人とも箱に並んで。俺は嫌だって何度言わせんだこら。手招きしても、りょうただけはかたくなに拒絶しようとする。はあ、これが反抗期ってやつか。どうしても。どうしても。りょうたはきっぱりと生きると、両手で大きく×を作った。それかわいいな。どうやら説得は通じそうにない。しょうがないな。じゃあ、寝顔で我慢するか。なっ！だから諦めなって言っただろ。いきなり青くなったりょうたの肩をサリがポンと叩く。ギギギッと音のしそうなぎこちない動きで、りょうたはサリの方を振り返る。普通の写真の方がマシだよ、りょうたに。ってわけでさ、スリーショット撮らせてもらえたんだ。早速プリントアウトした。プリントアウトしてる。プリントアウトした手前の写真をひらひらとナズナに見せる。ナズナちゃんいいのか。ナズナちゃん告げ里でいいのか。なぜかナズナは微妙な表情だった。当たり前だろ。かわいいだろ。そうだね。なんでそんな棒読みなんだ。なんでもないよ。かわいいね。だろ？いやー、やっぱ兄弟っていいよな。あー、りょうかなんかどんどん可愛くなっちゃって、もう、はぁ、もう、3年も離れてすったらすっかり美少女になっちゃうだろうな。変な男がやってこなきゃいいけど。りょうかちゃん、今、9歳でしょ。3年後ってまだ12歳じゃない？今こんだけ可愛いんだから、12歳なんてもう天使どころか女神だろ。女神はユーラさんだ。今度はため息をつかれてしまった。銀ちゃんさ、魔術学院卒業したらこっちに帰ってくるわけだよね。もちろん、こいつらのことほっとけないもんな。涼香には悪い虫がつかないか心配だし。そう、涼香ちゃんね。じゃあもう帰ってきたらずっと実家なんだ。そうなるかな。家から通える仕事があるといいけど。
どうした、ナズナ。うん、なんでもないのよ。どう見てもなんでもないって様子じゃないんだから。いや、お前がもうなんでもないからね。お前がもうなんか尋常じゃないからね。もういや、ナズナちゃんなんかいろいろ思ってるとかあるんだろうな。まあなんかすごいな、つげさと。怖いものいっぱい抱えてんだから、そういう意味では。そういえば、お前はどうするの？そのまま学院の大学に行くの？まさか、私も戻るよ。そっか、でもお互い大変だぞ。魔術なんか免許取っても就職の役に全く立たないからな。ちょっとね、機械がなんか幅利かせ始めてんだよね。金ちゃんが魔術学院に行くって言い出したんじゃない？俺は趣味だからな。けどお前は成績いいんだから、普通の高校受けたってどこでも受かっただろう。いいの、私も魔術使えるようになりたいの。わかるよ。いいよな、魔術。どんだけ古いだの、役に立たないだの言われても、やっぱりロマンだもんな。そうだよな、爆裂魔法はいいよな。そんな感じだな、なんか爆裂魔法感があるな。ロマンか。そうだね。そうだよ、ロマンだよ。あ、早く衝撃魔法、衝撃弾使えるようになりてえな。ナズナは何を覚えたい？私？なんか役に立つやつあるといいな。役に立つやつ？だったらやっぱり明かりって、明かりとか冬とかその辺じゃね？とりあえず便利じゃん。生活には一番役立つぞ。少なくとも攻撃呪文よりは。そうだね。夏菜は取り繕ったような笑みを浮かべた。なんか微妙な反応だな。なんだ、そういうのじゃないのか。魅了とかって難しいのかな。あー、完全に支柱に収めようとしていらっしゃる。魅了ですか。そうですか、チャームですか。チャームの魔術とかあんの？そうなの？そういうこと？ああ、それ確か学院じゃ教えてもらえないぞ。そうなの？うん、詐欺とかやばいことに使うのには便利すぎるから。確か第2週禁珠扱いじゃなかったかな。禁珠なんだ。禁珠なんだ。会場とかああいうのと一緒で一般人は習得禁止なんだよ。へえ、攻撃魔法の方が危なそうなのに。それだって無免許で使ったら銃刀法違反と同じ扱いだぞ。銃刀法とかあんの、この世界。喧嘩とかで怪我させたりしなくても使った時点で一発アウト。でも使えるんだ。なんかいいのそれ。使える状態にはあるってこと。使っちゃいけないけど。いや、そんなん大丈夫かそれ。そうなんだ。でも銀ちゃんはそれが一番覚えたいんだよね。ああ、目指せ、なんだっけこれ、人霊滝久だな。違う気がする。なんか途中で名前出てたな、ちょいちょいこういう人。誰だっけそれ。十三国諸公国関世の英雄だぞ。関世の乱でベルダル陣営を切り崩した名将。そっか、覚えとくよ。まあさすがに滝久ほどは無理かもしれないけど、衝撃弾は覚えたいな。これがあれかな、ぶち破ってとか、なんか前の話で言ってたやつかな。獣印使わない分制御が一番難しいらしいけどさ。元ちゃんなら大丈夫だよ。そうかな。だってそんなに魔術好きなんだもん。きっと上手になるよ。だといいな。まあ頑張るよ。そのために領土たち残してまで行くんだもんな。もうそればっかり。なんか言ったか。なんでもない。なんで拗ねてるんだろう。そういえばナズナってなんでチャームなんて変な呪文に興味を持ってるんだろう。完全にお前を支柱に、我が支柱に収めるためだろう。女帝になるためだろう、完全に。ナズナちゃん才能はピカイチなんじゃないの。あ、でもあれか、衝撃弾の時点で杉里も才能は高いのか。そっか、杉里はでも努力の方なのかな。ナズナちゃんどうしよう、どこまで投稿してるか分かんないけど、ちょっとうまく言えねえや。
でもあれか、どっちのルートのエンドだったにしろ、ナズナちゃんが怪しいことをしてたのは分かってるか。ああそういう才能はあったんじゃないのかな、力として。チャームっていうと、そういえば戦国一の美女って名高い神馬姫が使えたって逸話があったな。憧れてるのかな。わかんねえ。まず普通の人がそれを知らないと思うんですけど。女の子だもんな。武将より美姫の方に興味があるのだもんな。それとも誰か好きな男でもいるのかな。だったら魔術に頼って良いことなんて考えればわかることだし、やっぱ違うか。いや、魔術に頼ろうとしてるんですけど、魔術にめっちゃ頼ろうとしてる。鈍感主人公よ。おい、鈍感主人公。ナズナ結構可愛いからそんなの必要ないだろうしな。鈍感主人公終わった。鈍感主人公終わった。終わったわ。もう後半も関係なかったわ。ナズナちゃんの話だったわ。そっか。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうね。面白いな。外伝めっちゃ面白いぞ。ありがとうね。